アトモスの名前の由来はアトモスフィアから来てまして、皆さんの周りにごく自然なもの、大気って意味なんですけど、ごく皆さんの身の回りにあるような、スニーカーショップになれたらっていう意味で、名前が付けられました。はい、名前は、小島博文です。みんなから、コジって呼ばれてます。僕ももうそうですね、高校生ぐらいから、今はアトモスに入って18年目なんですけど、高校生ぐらいからもうずっと原宿に通い詰めて、もう青春時代ずっとスニーカーにどっぷり使ってたような時期があったんですけど、そのまま自然な流れで、学校卒業して、漠然と、スニーカーが好きだったんで、スニーカーで飯が食えるような仕事をしたらいいなと思って、単純にショップスタッフから。いっぱいありますけど、原宿と一緒に本当に、育ってきて、いいも悪いもっていうのもあるし、プロペラ通りっていうのが、原宿を代表する世界的に有名なストリートなんですけど、もうやっぱり、いっぱい昔はスニーカーショップもありましたし、でも今やっぱり残ってるのは、ユース、新しいお店ももちろんできてますけど、やっぱり僕ら18年間もここでやっぱ勝ち残ってきた、生き残ってきた自負がありますんで、そうですね、こういうカルチャーはやっぱり今の日本特有なものだと思うんですけど、僕らとして今なんで、目標の話にはなってしまいますけど、今このカルチャーを今アジアに輸出するっていう形で、まだまだ日本がリードしてる部分があると思うんで、やっぱりそういうものをしっかり爪痕を世界に残したいなっていうのが、今目標ではあります。きっかけはさまざまで、このモデルでやってくれっていうのもありますし、僕らがこれをやりたいっていうのもあるんですけど、基本的にはやっぱりストーリーテリングなところですごい重要だと思ってるんで、僕らが知ってることも知らないことも含めて、やっぱりそこを掘り下げてから考えたりとか、あと正直僕らとしてはいろいろなお客さんに、アトモスのスニーカー、別注のスニーカー履いてもらいたいんで、やっぱりトレンドも正直意識しますし、常にこうマーケットと対話して、やっているつもりですし、あとはデザインのポイント結構聞かれるんですけど、やっぱり第六感的なところがすごい僕らとしては強いんで、それって、いろんな国に行かせてもらったりとかで、やっぱ肌感で感じることとか、いろんな人の話を聞いたりとかっていうので、常に刺激もらいながら、やってますんで、その中からひらめき的なところがやっぱり大きいですね、僕にとっては。とある人で、僕すごい好きな言葉なんですけど、移動距離とアイデアが比例するっていう言葉があるんですけど、もし仮に僕がずっとこう東京だけにいたら、全然やっぱりもう視野も狭いですし、アイデアもいいアイデア浮かばないんじゃないかなと思うんですけど、恵まれてる環境なんで、いろんな国に仕事で行ったりとかして、やっぱり、インターネットだけじゃ拾えない情報って多分いっぱいあると思うんで、実際こう旅して感じるものであったりとか、街で履いてるのはローカルで全然違うと思うんで、世界中の情報をインプットして、それデザインにアウトプットしてるっていうのが大きいと思います。日本ってのはやっぱりもう20年以上、こういう、昔90年代、95年ぐらいが第一次スニーカーブームって呼ばれてたんですけど、その時って結構こうサブカルチャー的な形でこうオタク気質なもので、コレクターが集めててって形なんですけど、今はもう僕らとしては多分スニーカーとかはもう世界共通言語でもう一般的なものになってるんですけど、日本人はもうある程度欲しいものが決まっちゃってる感じがしちゃってるんですけど、今うちのお客さんだとアジア圏の東南アジア含めて新しい国がいっぱい来てるんですけど、そういう人たちってその当時のじゃないですけど、今何がいいかっていうのが分からないんで、比較的オールブランドを試して買ってるような感じがして、すごい見てて興味津々ですけど、アメリカはもうやっぱりカルチャーとしても成熟しちゃってると思うんで、その次のステージとしてはやっぱりアジアとか、東南アジアっていうのはすごいもう可能性がすごいあるんじゃないのかなとは思ってます。マーケットとしても面白いと思います。合わせる部分と合わせない部分っていうのはやっぱり全部やっぱり合わせるわけじゃない、やっぱりベースが、これがアトモスっていうのがあるんで、そこにやっぱりでもなかなか僕らだけでトレンドを変えることっていうのは難しいと思うんで、そこはやっぱり柔軟に対応できる、バランスのいい企業だと思ってますけど、柔軟にやっぱり取り入れてますよ。でも情報キャッチするのはやっぱり大変ですけど、
まあ、でもそれさっき言ったみたいに、まあ、多分 SNS だけじゃ拾えない情報っていうのがいっぱいある中で、まあ、やっぱり僕が一番ワクワクするのはやっぱり行ったことのない国に行くのがすごい刺激で。ないですね。全然やっぱり僕らは、まあ、さっき言ったサブカル的なところでスタートして、僕もそこからスタートしてて、まあ、なんかもうみんな家で見てみんなニヤニヤしてるみたいなところから、今どっちかっていうとその見せる時代というか。まあ、あって、それ結構まあ質問で、それについて、例えばリセールについてであったりとか、インスタグラムに載せるだけのスニーカーについてどう思いますかっていうのは、まあ他のメディアさんもあるんですけど、まあもし僕が今高校生だったら、もしかしたらまあ同じことをしてる可能性はあるんで、あまりまあ否定的ではないんですけど、まあそこからきっかけの一つだと思ってるんで、まあ例えば初めは限定しか興味なくても、まあいろんなのを履いたり掘り下げたりして、まあ多分30代ぐらいになるとこれがいいっていうのが固まってくると思うんで、いろんなブランド着たり履いたりで、まあでもファッション好きなきっかけとしては、まあ一つとしては悪くない、まあすごいそれがいいとは言わないですけど、きっかけとしてはすごいいいと思います。そうです、基本はそうです、もちろん制約、メーカーさんによって制約があったりとか、まあもちろん意向っていうのは加味しながらですけど、まあやっぱりコラボレーションの意味合いとして、まあ僕らとしても、まあ例えばニューモデルやるケースは、まあ例えばうちのお客さんとか、うちのファンが、まあそれを知ってインラインを知るきっかけになってもらってもいいかなとは思ってますし、まあ、結構臨機応変には柔軟にはやってると思いますけど、まあでもやっぱりうちがまあこれをやりたいっていうのはまあベースとしてありますし、まあ、そこはやっぱり芯としてやっぱやっていかないと、全部こうくねくねしちゃう部分があると思うんで、僕らとしてはやっぱり核となるところはしっかり強調してます。まあ、コンセプトはやっぱりそうですね、まあ、原宿もいっぱいいろんなコーヒー屋があるんですけど、まあ、一応日本、昔の日本をテーマとして、まあ、駄菓子屋だったり、こういう、まあ、なんていうんですかね、ギュッと 趣味の部屋ですよね、これ。まあ、結構外国人のお客さんが、まあ、あんまりこういうスタイルのお店がないので、まあ、実際で物も全部値段がついてるんで買えたりもするんですけど、面白いって言ってもらってますね。そうですね、今年間でやっぱりすごい数やってる、一応僕以外にもそういうチームで、まあ、数人、まあ、いろんなブランドアパレルやってたりとかで、一応僕の方でチェックはしてるんですけど、やっぱりみんなで、まあ、まず共通言語で、まあ、やっぱり僕らとしてスニーカーで言ってしまえば、やっぱり、まあ、インパクト、ストーリーテリングももちろん大事ですし、まあ、それに踏まえて、まあ、やっぱり、まあ、アトモスらしさっていうものが何かっていうのをやっぱりすごい大事にしてるんで、まあ、スニーカーもやっぱり、まあ、すごい無数に出てると思うんですけど、まあ、僕らとしては街で履いてて、あ、これアトモスだねっていうのはやっぱり常に、まあ、なんでちょっと奇抜なデザインが多いんで、まあ、やっぱり、まあ、結構賛否両論はあるんですけど、まあ、僕らとしては別に10人が10人いいっていうのはなかなか難しいと思うんで。まあ、僕らファン、アトモスファンっていうのはまあ世界でも増えてますし、まあ、代表的なもので例えばまあアニマルのものだったらあれアトモスだよねっていうのは、でも僕らはまあそれがやっぱりすごい嬉しいですし、まあ、それが僕ららしさじゃないのかなと思って、それはやっぱりまあ全体でもちろん若いアシスタントデザイナーもいますけど、やっぱりそういう DNA っていうのはすごい大事にしてますし、まあ、僕らはそれをやっぱり下の層に落としていって、まあ、もっとアトモス何っていうのを理解してもらいまして、お客さんが自然に見て、あ、あれアトモスだよねって言ってくれるのがやっぱり一番自然な形で、僕らとしてはベストかなと思ってます。そうですね、やっぱりまあ各メーカーさんとやっぱりもちろん売り上げが全てではないと僕も思ってるんで、まあ、やっぱり日本としては今後、まあ、歴史があるんで、こういう文化っていうのはやっぱり僕らとしてはまあ輸出したり、そういうアトモスってものをエクスパンドしていくことに多分すごい意味があると思ってますんで。まあ、やっぱり発信力とかクリエイティビティとか、まあ、あとそういう何て言うんですかね、オタクなところというか、まあ、そういうところってやっぱりまあいろんな国の人と話すけど、やっぱり日本人がまあすごい繊細であったりとかこだわりであったりっていうところはやっぱり秀でてんじゃないのかなと思うんで、まあ、やっぱそういうところがなくなっていくと、まあ、やっぱり取り残されちゃう部分があるんじゃないかなと、僕らとしては危機感は持ちながら常にまあやってますし、まあ、やっぱりその日本人の良さっていうのはやっぱりアジアにアピールしていきたいなとは思ってます。